早かったのね。私の部屋は2階だから上がって。汚い部屋だけど、部屋の中、見る前から言わない方がいいでありますよ。私一人しかいないし、邪魔にはならないから足伸ばして。お茶入れるわね。座ってて。お客様なんだから。安い茶葉しかないけど。お茶受け、カロクのお父上からいただいた羊羹だけど、いいかしら。どうぞ、ソチャですな。
ことがあったでありますよ。そう、将棋のこととか。どうかなって。お茶飲む？ところで、朝宮くん、神宮寺さんとはどうなの？随分強くなったもの。君がね、随分強くなったから、あの子と会って。ああいう子はいいわね。素直で明るくて、しかも目指す目標にまでなって。お母さんにはきちんとお礼をしないと。今と同じ理由。お茶、少しこぼれてる。触れられるの好きじゃないの？だからあまり近づかないで。
ちょっと、ごめん。お茶を入れ直すから。女子にこういうこと。離して。
どういうつもりか知れない。知るつもりもないし。でも、こういうことして、君自身は…朝宮くん、しっかりなさい。何をしてるか分かっているでありますか。自我もなく、自覚もなくては対局を見失います。君はどんな気持ちでこういうことをするでありますか。私はお父さんと観光に行くから、ユシキは町の探検でもしてなさいね。
ないですよね。喋りますよ。日本語もちゃんと喋れます。ダメですよ。それはダメです。英語じゃダメですから、覚えていてください。おはようございます。しばらくあなたの家で厄介になりますよ。あなたがヨシキですよね。ダメなんですってば、英語は。ですよね、あなた。よろしく。厄介になりますから。うひゃ。あ、聞いてる聞いてる。本当に聞くのか。あなたの名前も知ってますよ。だってそそっかしいというか、ちょっと間抜けっていうか。
いい意味でですよ。私、あなたのこと好きですから。照れてますね。よし、成功。やつめ。髪の毛も綺麗で目も大きくてお人形さんみたいでしょ。ああいう子が来てくれて母さんも嬉しくて。